ちょっと謎の怪しいアカウントからメッセージ来ましたね。アルバイト募集、仕事内容、ルーディーとかいう人がですね、TikTok の動画にいいねを1日50件していただく作業です。携帯電話1台でできるので、家にいながら仕事ができます。約30分で終わる簡単な作業です。責任持って作業していただける方、スマホを操作ができる方、銀行口座をお持ちの方、20歳から60歳まで報酬1000円から、気になる方は DM か LINE ください。めっちゃ怪しい。怪しいですね、これ。しかも、いいねを50件していただくって、それ、不正だからね、そもそもこれ言ったら。不正だから、これ。怪しいですね。で、一応これ、メッセージ返したんですけど、なんかもう一個のアカウント、こっちのなんかアカウントに飛んでくれみたいな、来たんですけど、来ましたね。オニーウィッシュさんですね。かわいい女が使われてますね。かわいい女がカスタマーセンターみたいな。で、メッセージが、すみません。副業をして収入を増やす必要がありますか？ TikTok 第三カスタマーサービスです。今、アジア太平洋地域の業務を普及させるために、あなたは知る必要がありますか？ すいません、いますか？ これ。ちょっと待って、これ。 ちょっと遊んでやるか。遊んでやるか。私は、侍です。大丈夫ですか？でも忍者もできます。これでちょっと待ってみますか、返信を。返信来ないな。日本語は分かんないのかな、それとも考えてんの、おちょくられてると思ってんのか。副業しに来たのですか？お金は欲しいです。お金は欲しいです。今たくさんの、今コロナで大変です。いや、でもこれ外国だな、これ。大変とか分かんねえかな、多分。変なやつ、バカな外人がやってんだろ、これ。今コロナで貧乏です。では副業をする必要が では副業をする必要がありますかってきた。 今コロナで貧乏です。月1ヶ月いくらもらえますか？忍者とか侍の剣突っ込んでこいよ。 分かんないんだろうね、日本語が。多分これ、AI なのかな？ AI じゃないから、でも多分なんか、人間がやってるっぽいけどね。ないっすね。どうなんだろうね、これ。なんかあれなのかな、これあれなのかな、どうなんだろう。あ、これ、こんな。これ見てんのかな、人が。見てんのかな、どうなんだろうな。
私たちの ID は東京があります。青銅、白銀、黄金、プラチナ。これ中国じゃないこれ。中国人じゃないかこれ。これやってんの。東京ごとの ID は毎日受け取りできる。タスクの量で異なり、オーダーごとのリベートも異なるので、どの ID を受け取ったらどの東京のタスクをするのかコスト効率に優れています。黄金を例に挙げてみましょう。黄金東京の ID は毎日50の任務を受け取りできます。一つのオーダーを完成する保証48円です。全部完成したら2400円もらえます。最近は忙しくて業務を手伝ってくれる人を雇っています。ここではバイト代の計算方法をご紹介します。めちゃくちゃなのか、日本語。そもそも、TikTok 第3カスタマーサービスなんてあるんだな。あるんだな。これ、ちょっとそこ突っ込んでみるか。TikTok。第3カスタマーサービス。カスタマーサービス。サービスというものは、いうものは、TikTok さんの、こう、運営なのですか？こちらは怪しい仕事ではないですよね。ないですよねと。引っかかるといいのかな。あれも最近のバカなことが引っかかるのかな。これ怪しすぎるだろう。しかも番号とか教えてないのに急に来るんだよ。これダメでしょこれ。絶対ダメでしょこれ。もう一個今使ってる番号で、もう一個今使ってるプライベートじゃない方の番号、もう一個の楽天モバイルの方の番号を使えば、LINE でこういう形状企画使えんな。こっちやっぱプライベートのやつとかあんまり派手にできないけど、配信とか撮影で画面見せられないけど、もう一個の画面使え、もう一個の端末のやつだったら、に登録すればさ、これ配信とか撮影とかできるぞこれ。こういう怪しいやつらと遊ぶってやつができるぞこれ。ちょっとこれやろう。今度やってみるか。まず、TikTok 第3カスタマーサービスって何？何も心配する必要はありません。何の費用もかかりません。私たちは会社が忙しくて手が回らないのでアルバイトをお願いします。そもそも、いいねを、そもそもさ、TikTok にいいねをする仕事って、いいねって別に自分でいいねやるわけじゃん。なんでいいねを買うわけよ、そこで。その時点でもこれ TikTok 情報操作してんじゃん、これ。大丈夫かよ。ちょっと、お疲れ様でした。ありがとうございました。すみませんが、さっき、今石油を掘り当てて、お金持ちになったので、また貧乏になったら、よろしくお願いします。これでいいや。よし、これでいいだろう。
はい、失礼しますつって、なんだこれ、どういうなんかどういう日本語、なんか翻訳ソフト使ってんねんのかな。アディオス、はい、お疲れ様でした。どうもでした。はい、ありがとうございました。ちょっとこいつ、またちょっと要注目ですね、これ。